散っちゃったんですけど、春といえば桜ですよね。はい、やっぱ満開の桜の木の下でお花見って最高ですよね。季節は違うんですけど、私はひまわりが好きなんですよ。なるほど。花言葉が、私はあなただけを見つめるっていう意味なんですよ。めっちゃ素敵じゃないですか。素敵ですね。はい、実はですね、私葉月っていう名前なんですけど、本当はひまわりっていう名前にする予定だったんですよ。はい、なんで今変わったん？おばあちゃんがですね、ずっとひまわりがいいってずっと推してたんですよ。8月生まれやし、ひまわりひまわりや言うて、で お母さんとかもお父さんもなんか違うやつ案とか出してくるんですけど、いや絶対ひまわりやってずっと通してたのに、ある日おばあちゃんがトイレ行った時にね、トイレにカレンダーあるんですよ、私の家、はい、でそのカレンダーに8月で暦で葉月ちっちゃく書いてあったんですよ、はい、じゃあ葉月でええわみたいになって、結局軽くも葉月にしようみたいな。なんか悲しいです。はい、私の名前はトイレで決まりました。はい、はい、まあね、お花の名前でもね、自分の子供につけたらちょっと可愛らしくて素敵ですよね。それでは準備ができたようなので、次の曲に行きたいと思います。ジュニアバンドからカウントブッパです。どうぞ。
ストからオンバリドンサックス木本浩二、オントランペット勝木まりな、オントロンボーン雪本夏希。